こんにちは。今日は YouTuber のトミックさんの動画が面白い。起業家のすべきことは包丁で研ぐことではない。包丁で捌くことではない。包丁を研ぐこと。米印、仕事量ではない。効果がすべてドラッカーについて勉強していきましょう。最近その私が暇な時にこう YouTube を見ることにハマってるんですけど、結構朝起きてぼーっとしてこう YouTuber での YouTube をなんか新しいの出てないかなと見るのがハマっています。トミックさんという人がいて、なんか魚をすごいひたすらさばいて、なんか楽しそうにさばいてる動画があるんですけど、なかなか面白いですねという話ではなくて、起業家のすべきことは、包丁でさばくことではない。まあ、別に トミックさんの例を言ってるわけじゃなくて、まあ、起業家に対する例として、さばいて、まあ、スーパーで売る人はじゃあそれはさばいて売る労働収入じゃないですか。で、包丁を研ぐことっていうのはこういう、ビジネスモデルを考えるのが起業家ですよっていう意味ですね。ですので、こう仕事量ではない効果が全てってこうドラッカーさんがなんかよく言ってるわけですよ。で、今までの仕事はこう労働をしてその対価に、お金をいただくと、不完支援ですけどいただくっていうのがこう主流でしたけど、これからの世の中はこの仕事量ではなく効果が全ての世の中になっていきますので、たとえ労働を頑張ったとしてもそれの効果が、社会的効果があまり価値のないものであれば、その分まあ収入は少ないです、より少なくなっていきますし、それが少ない仕事でも効果の多い、結果が出ているなら、仕事が効果に直結しているなら、少しの仕事でも大きなその利益を、価値を生むことになります。ですので、こう包丁でさばいて労働するんじゃなくて、包丁研いでこうモデルをより強化なモデルを考えていってほしいっていうのが今回の話ですね。まあ、トミックさんの動画とはあんま関係ないんですけど、包丁だけです。と、それもまあ、金持ち父さん、貧乏父さんで言ってる、この ESBA とあると思うんですけど、まあ、自分でやってちゃダメで、なんかその、一回自分でうまくいったら人に任せて、で、それを自動的にやってもらえるように、しかも低単価でお願いできるように、作り込んでお願いしましょうっていうのの例です。お疲れ様でした。